仙台七夕祭りの季節ですね。夏がやってきました。福島中央テレビアナウンサーの能川貴博です。永井真希です。私たち2017年同期入社6年目になりました。普段からよく一緒にお買い物行くんですけど、仙台に来るのは4年ぶりですね、うん、服も見たいし、うん、コスメもいいですね。いいね。今日はいろいろこの仙台パルコで散策をしていきたいと思います。早速行きますか。レッツゴー。やっぱ古い同期の能川アナ永井アナが訪れたのはおしゃれなショップが集まる仙台パルコ。福島からちょっと遠出の同期水入らずの旅にカメラも投稿しちゃいます。まずはやってまいりましたトゥモローランドです。もう私は憧れのブランドというかショップさんです、ね、私は普段使いのブランドですね。ね高価なね。なかなかそう私はポンポン買えないかなっていう、本当に憧れの、うん、でも私は普段使いで使うから、もういいよ、それいいね、行きましょう。行こう行こう行こう。あー来たー。もうなんかこの匂い、なんていうか洋服に囲まれてるだけで十分なんだよ。うん、幸せな気分になるよね、うん、わ、かわいい。え、私はこれが可愛いと思っちゃった。え、それあなた？え、そう。でもちょっと待って、私これ下着なきゃちょっと本当に卑猥なことになっちゃう。てへぺろ。あ、でも普通にこの白と青も可愛いよ。確かに。これも可愛い。人の話聞けた話ですよね。提案してくれたのに私がいいって言ったやつで。でもなんかこうやって用意どんで選ぶ昼なんですもん。そうだよね。そう、今その時のロケをすごく思い出しました。あの昼なんですの日本一おしゃれな女性アナウンサーを決めるっていう企画に今参加しているところで、うん、そうなんです。2回戦進出なんですよ。8月11日生放送で結果発表。はい、うちが誇るファッショニスタですから、ね、もう本当にやりづらくなるから。ごめんごめん。あのファッショニスタに今日は選んでもらおうと思います。間違いないからね。いやでもさっき私の話聞いてなかったですよね、うんうん、確かに。あだ名はファッショニスタ。ファッション大好き永井アナが見つけたのは、あ、これもいい ね、 ね、私こういうの大好き。なんか身長が高いので、うん、柄が少し大きめのとかが好きです。青、お、意外といけるかもしれない。なんかこの柄の中に入ってる色を持ってくるっていうのが一番なんか分かりやすいというか、うんうん、あ、なるほど。メインとなるお洋服の柄の色に合わせてインナーを着れる、うん、柄を拾うみたいなイメージが。こちらって私どうですか。そうですね、この丈でしか着ていただけないので。あ、そうなんですね。下に何かパンツをレイヤードしていただいても素敵だと思います。本当だったらこれぐらいのそうです、ね、がいい感じってことですよね。でも私がでかいもんでこのいやスタイルがいいもんでね。ちょっと長いわ。スタイルいいもんで言わせてごめんね。一方の能川アナはこの夏透け感のあるサマーニットが欲しい様子。早速試着してみると。見て見て。え、いいじゃん、かわいい。どうですか。でもね、これちょっと暑くて、うん、そんなに暑いの。めっちゃ暑い。ここで永井アナはニットでも袖の短いものを提案。これに差し替えようかな。これなら暑がりな能川アナもニットが楽しめそうですね。これぞファッショニスタパワー。この調子で自分にぴったりの一着探していきます。次は、うん、トゥモローランド隣のガリアルダガガンデ。難しいよね。なんかこれね、アナウンサーの教本出てきそうだよ ね、 ね。でここがすごく好きで。私も好き。ここも大人かわいいよね。うん、かわいい、かわいいスカートだ。いい、めっちゃかわいいじゃん。落ち着く。もうこういう感触大好き。いやー、すごい似合うね。
これ今並んだらもう、うん、本当に兄弟みたいになってる大好きな人々って感じだよねすごい、うわこれかわいい、なんだろう、スウェット生地の、うわ素敵、これならったら出してもいいけど、うん、今なんかインするのがさもう主流だったじゃん、うんうんうん、でもなんか出すが逆にアウトにするっていうのも今来てるらしい、なるほどね、着るんですね、学びました、じゃあこれはちょっと古かったみたいですね、違う、これはこれはこれで今、うん、これは今あこういうパンツもいい、お姉さん出ました、あ赤のなんとセールでございます、神々しいね、もうね私たちの味方、でもさこれセールだけど、うん、この時期ってセールでもうちょっと秋に着られそうなものを買うことが多いかも、だからこういうなんか秋色っぽいじゃん、うん、いや上品か、なんかだからこういうのはセールで狙いたいなって思っちゃう、ね、こういうのとか、あこれ秋口からいけるよね、確かにね、で秋入っても上からなんか羽織ればいけるし、確かに確かに、ね、息の長いものを見つけたいなって思っちゃう、これも可愛くない、あ、可愛い、可愛いよね、ちょっとフレアになってるね、うん、裾が可愛い、これえ、めっちゃ生地しっかりしてる、ね、可愛い、これもセール、マジ、うん、おぉ、わお、わお、え、私これ着ていい、え、うん、履いてみてほしい、可愛い、いいですか、うん、ノーガバーナ2回目の試着です、どんな感じかしら、お、かわいい、足めっちゃ細く見える、そう、あの細く見える、もともと細いんだうそうそ、え、なんかなんだろう、フレアってやっぱ足細く見えるもんね、かわいい、かわいいけど私ね、ちょっと普通が欲しいんだよねなんで試着したって感じだけど、あれもこれも欲しくなっちゃう魅惑の空間です、でも出会ってしまったお気に入りのパンツ、クローゼットに仲間入りさせるか10分くらい緊急会議が行われていました。続いて2人は仙台パルコ本館から徒歩3分の仙台パルコ2へ、ノーガワーナの主戦場、化粧品ブランドが集まるショップでやりたいことがあるんだそうです、コスメのお店ということで私のねわがままで付き合ってもらってるんです、もうどこまででもついていきますよ、いやぜひあの永井さんをプロデュースしたい、え、ありがとう、してくれんの、いい、うん、いつもなんか可愛いあの王道なメイクだからちょっと頑張ってオブラート包んでる、うん、素敵なメイクだけどそこにワンポイントアクセントを加えられるようなアイテムちょっと探しに行ってもいいですか、お願いします、やってきましたね、このコスメのいい香りがね、めちゃくちゃいいよね、ちょっとイヴ・サンローラン、これ見てこのリップの数もう好きだよね、宝石箱でしょ、大好き、実はこれあの小野アナウンサーもこれ、うん、あ、そうなの、そう、使ってるんだって、それも仙台パルコに買いに来たって言ってました、え、ここじゃん、そうなのでもいいよね、こういうの、まきちゃんさ、何か今欲しいメイクグッズはないですか、うん、なんだろう、逆に足りないものを教えてほしい、今の、1個じゃちょっと収まらないけどどんだけ足りてないの私、冗談、うん、冗談です、服はさ、あー真似できないわ、長い理由が出てるけどさ、何言われるんだろう、怖いみたいな、メイクはさ、うん、王道だよ私これしかで今やってるこれしかできない、うん、オンエアの時もプライベートももうこれ、でもさパキッとしてさ眉毛がっつり、うん、はず、濃いめに描く、はずいわ、今、うん、今風よね今風のしっかり眉毛にグレーのアイシャドウが基本メイクの永井アナ、美容大好きノーガワーナと一緒に挑戦したことのない色のアイシャドウを選びます、単色のアイシャドウとかもいいよね、あ、ね、私使ったことないんだよね、こういうの、あ、本当、うん、いつもパレット、パレット、あ、でもパレットってさ、あの捨て色が出ちゃうよね、うん、そう、だいたいなんか4分の3の出番が多い、そうだよね、そうするの
がないってことか、単色。そう、単色だったらないし、うん、ここも可愛いよね、いろんな色あって、ね、よく使ってるよね。そう、私シウエムラめちゃくちゃ好きで、うん、あ、これじゃ可愛いじゃん。あ、ここにあるラメブルーだ。あ、本当だ。これは1個で OK？ これはもう1個で OK だよ、全然。色もちゃんとつくし、ラメ感もあるし。え、いいかも。え、いいね、これ。え、まきちゃん、これ可愛くない？何これ。ボディーソープだって。え、どういうこと？可愛い？あ、でも、え、ボディーにも使える？あ、顔とボディーに使えるってこと？いい。これスパチュラで取るんだ。スパチュラ。これなんて言うの？ヘラヘラじゃないか、スパチュラだから。これ分かった分かった、ごめん。香りが何の香りだろう、うん、鼻詰まってるかもしれない。あ、爽やかな感じ。なんて言うんだろう。え、あ、ほんとだ、めっちゃ爽やか。なんかこうダイレクトにめっちゃ黒強い香りじゃなくて、ほのかにいい香りみたいな、うん、確かにね。森の中で見上げた夜空を表現しています。へー、誰と見上げよう、お風呂場で。行こっか、次。悲しくなっちゃうから。続いて2人が訪れたのはツリーさんです。ここ何がいいって、うん、国産原料を中心に使っているブランドだから、うんうん、でもこういうヘアケアとかもいっぱいあるんだね。そうなの、ここヘアケアもあるし、サプリもあるんだよね。あとボディケアもあるし、クレンジングもあるし、ね、クレンジング気使ってる？今はこういうの使いたいなって思いつつ、うん、安いので。いやでも、まあ、プチプラはプチプラでいっぱい使えるっていうメリットあるよね、うんうん、だけど落とす作業が一番ダメージですから、永井さん。なんか、ちょっとマキちゃんこっち、美容家の方。これ、あーね、いいよね。そう、これもあるし、ちょっと待って、これさ、コスメショップに来たら私さ、絶対に、ごめんなさい、携帯を見ます。調べながらね。そう、調べながら、ベストコスメをね。多分これだ。これ？あ、これだ、こっちだ、こっちだ。これアイシャドウなんだけど、クリームシャドウな。え、どっちの方がいいの？クリームとパウダーってどう使い分けるの？クリームの方がちょっと濡れ感が出る。で、手で、そう。だからブラシを持ってなくても、うん、ポンポンでなじませられるのがクリームで、うんうんうん、今回これがね、ベストコスメにボーチェ、美的、マキア、全部ラインナップしたの。最強だ。そう、最強なのよ。これとかすごい夏っぽいね。そうで、単色使いで黄色だけビタミンカラーで入れるのもいいし、うんうんうん、ここでなじませるともっとなんか可能性広がるし、奥行きがね、3色だったら出るし、めちゃくちゃ喋るね。いいよね。ごめん、もうほんとこれもう止まらない止まらない。ときめく商品に囲まれて、コスメ愛もおしゃべりも止まりません。あれもこれも欲しくなりながら散策は続きます。さあ次はお洋服を選びたいんですけど、もう私ここ大好きで。ちょっとカジュアル？うん、お休みの日は私はもう T シャツにデニムとかっていうことが多いんですけど、そういう時にここのお店をよく行くんですよ。もう大好き。あ、かわいい。こういう T シャツとかに普段はもう、うん、デニムとかデニムで終わりって、お休みの日はね。これ可愛くない？あ、そう、え、サングラスいいね。私欲しかったの、ね、サングラスいいよね。誰ですか？ワキちゃんかけてみて。いいね、いい感じに浮かれてるよ。いや、お前もな。めっちゃ似合うよこれ。え、グレーのサングラスちょうど探してたの。え、素敵。モードっぽい。あー、でも多分服に合うのが多分そうだ、ね、グレーなんだよね。ベージュ系はあんまり持ってないから。え、でもさ、これさ、うん、県内でかけられなくない？なんかさ、永井さんすっごい、あいつサングラスかけてるの。そうだよ、それもすっげーモードのさやつだったしさって言われるよ。
自分らしくだから。そうだよね、こう人に流されないっていうね。好きなものを身につける。そうだよ、そうだよ。私たちどう生きてきたっていうそうやって自分のご機嫌を自分で取るしかないんだよ。あ、いいね、そうだよね。そうそう、私これ気になってんだよね、このデニム、ここここ素敵、デザインが変わってるんです。開いてるの？めっちゃ可愛いなと思って。素敵じゃん。裏もなんか変わったデザインになってて可愛い。うん、もうストライプのシャツもずっと出てるよね、もう春夏。かわいい。え、それこそさ、ヒルナンデスでなかったの、ストライプのシャツっていう選択肢。でも当日ストライプの私服着てったからなんかあんまり被っちゃあれかなみたいなのでやんなかったんだよね。かわいい。ちなみに8月放送の回はストライプ入ってるんですか？8月は入ってる。言っちゃダメ、言っちゃダメでしょうね。ね、これさ、それは放送でっていう流れでしょ、お姉さま。ダメダメ、ネタバレしそうになったので、もうおしまい。こうして、5店舗で心ときめくファッションやコスメに出会った2人。動画をご覧の皆さんに、選んだものの数々、お披露目しちゃいます。仙台パルコ大満喫散策してきました。あっという間だったね、本当に。いろいろピックアップしましたが、もう着ちゃってるんだけど、ワンピースとっても可愛い。そう、なんか夏っぽい柄の、うん、いろんな色が入って、なんかこういうなんかマルチカラーみたいなのが大好きで、うん、一目惚れしたやつにちょっといろいろ合わせてみました。可愛いですね夏って感じがするよ ね。そして私ももう着ちゃったんだけどマスタード色のパンツ、これはメンズなんですけど、私トップスはレディース、うん、レディースメンズとか考えずにいいなと思ったものを着たいものを着てるんですけど、うん、ユニセックスとかジェンダーフリーっていうなんか時代の最先端いってるなって我ながら思いますあとこれも可愛い、ちゃんと仕事でも着られるようなパンツ、うんうん、裾がフレアになっているから、うん、足長効果がね、あるね、あるんです。今時そう、それと3のねコスメなんですが、かわいいでしょう。夏のねビタミンカラーも入ってて元気が出る色なんです。まきちゃんもそう、シューのアイシャドウはもう美容番長にアドバイスもらいまして、 あんまりこう自分では挑戦してこなかったような、少し派手めなピンクっぽいけど青っぽい、うん、で、まきちゃんこれ何？これパッと見て、うん、あ、これだって思った。デニムがちょっと変わったデザイン、本当だ、アシンメトリーになってる。あー、かわいい、あー、かわいい、へー、っていうデニムを、もう休みの日の相棒なのでデニムは、うん、ラフだけどめちゃくちゃデザイン性もあって、そう、1枚で主役になれる。さらに仲良し同期で色違いのアイテムも。サングラスです色違いでね、私はちょっとグレーっぽいので、まきちゃんがベージュっぽい。うん、いいね。私もねベージュと迷ったのよ、だから貸してね交換こしようね、交換こしようね。で、それこそ背丈があまり変わらないから交換できるよね。できると私これ、うん、この中に全然いけると思うし、うん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 、逆にこうでもいい。確かに確かに、いけちゃうし。じゃあちょっとお互いに個性的なファッションを楽しんで参りたいと思います。あー、もう充実だわ一日がそれいいね、一日充実、最高の休日となりました。偉そうじゃない、うん、じゃあ最後偉そうにお別れしますじゃあな、嘘だよ、ダメダメダメ、私はちゃんとしたいコスメも、うん、ファッションも自分の好きなものを形に変えて、ね、本当充実した一日だったね、うん、本当になんかやっぱ好きなものを身につけるっていうのがいいですね。うん、いいですね。みんなも自分の好き叶えてみてくださいね。